1905年が明けた年、26歳になろうとしていたアインシュタインは、学者として失敗した人生に直面していました。当時の物理学者の多くは、1階の事務員が科学に貢献しようなどという考えを嘲笑ったことでしょう。しかしアインシュタインはこの年に1本や2本ではなく4本もの画期的な論文を異なるテーマで書き、人類の宇宙に対する理解を大きく変えることになりました。アインシュタインが数学で落第したというのは俗説に過ぎず、15歳の時にはすでに独学で微積をマスターしていました。ミュンヘンのギムナジウムでも数学と物理の教育を専攻し、スイス連邦工科大学でも成績は優秀でした。しかし授業をよくサボって実験室にいたことや、教授にあまり敬意を払わなかったことで進路が狂うことになります。実験助手の仕事すら得られず、友人の父親の口利きでスイス特許庁での職に就くことになりました。週6日特許事務官として働きながらも、物理学を研究する時間を見つけ、親しい友人たちと最近の研究について議論し、論文の発表もしていました。そんな中、1905年3月に衝撃的な仮説を提出したのは大きな驚きと言えるでしょう。何十年にもわたり光は波だとされていたにもかかわらず、アインシュタインは光が粒子であり得ることを提示し、光電効果のような不思議な現象が彼の仮説でうまく説明できることを示しました。彼のアイデアは嘲笑されることになりましたが、それは単に彼が世の中より20年先んじていたからに過ぎません。粒子と波動の二重性は量子力学革命の礎となったのです。2ヶ月後の5月にアインシュタインは2本目の論文を提出します。今回は原子は実際に存在するのかという数百年来の疑問に挑戦するものでした。それまでにも目に見えない原子の考えに基づく理論はありましたが、原子は物理的な実体のない有用なフィクションに過ぎないとみなす人が高名な科学者にも少なくなかったのです。アインシュタインは巧妙な議論を展開し、ブラウン運動と呼ばれる小さな粒子が液体中をランダムに動く現象が無数の見えない原子の衝突により正確に予測できることを示しました。アインシュタインのモデルはその後すぐ実験的に証明され、原子懐疑論者も降参することになりました。3番目の論文ができたのは6月でした。アインシュタインは物理学の2つの基本原理の間の非一貫性に長く頭を悩ませていました。相対性はガリレオまで遡る確立された原理で、絶対運動は定義できないものとされていました。一方、これもすでに確立されていた電磁気理論では絶対運動は存在するとされていました。この矛盾を解決できずにいることで、アインシュタインは彼の言うところの精神的緊張状態に陥りました。しかし5月のある日、親友のミケーレ・ベストと一緒にこの難問を考察した後、雲間から光が差しました。時間と空間は観測者により相対的なものであるが、基準座標系にかかわらず光の速度は一定であるとすると、矛盾を解決できることに気づいたのです。特殊相対性理論として知られることになるこの理論の定式化には数週間しかかかりませんでした。この理論はそれまでの現実の理解を打ち崩しただけでなく、粒子加速器から GPS まで様々な技術への道を開くことになりました。もう十分と思うかもしれませんが、9月には4番目の論文が特殊相対性理論の論文への付け足しとして書かれました。自分の理論について考えていたアインシュタインは、物質とエネルギーというのは実体あるものとないものという違いにかかわらず、実は透過であることが導けると気づいたのです。両者の関係は単純な方程式で表すことができ、それが歴史上最も重要かつ有名な方程式 E=MC 事情です。その後15年近くアインシュタインはさほど世に知られずにいました。彼が有名になったのは後に発表した一般相対性理論が1919年の日食の際に観測された星の光の湾曲で実証され、メディアに大きく取り上げられたためでした。しかし、たとえ彼がその後特許庁に戻って何を成し遂げることもなかったとしても、この奇跡の年の4編の論文によってアインシュタインは予期せぬ驚くべき天才の例として記憶され続けたことでしょう。原子とは一体どのぐらい小さいのでしょうか。こちらの動画でご覧ください。そしてチャンネル登録してさらに学びましょう。